お願いしちゃっていいかな。選択肢が出てこねえ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回もっていうか今回からか今回から動物の森ポケットキャンプやっていきたいと思います。このアプリは基本無料で遊べます。リーフチケットは有料アイテム。でもあれよね、なんかあのクエストみたいなクリアしていったらなんかもらえるみたいなね。任天堂アカウントと連携していればデータを引き継いで続きから遊べます。続きから、いや私まずやってねえしこのゲームはオートセーブです。自動でデータを保存しています。オッケー。まあアプリは大体そうか。ついにね、ついに出たね、データダウンロード開始。お、遊ぶ準備ができました。ゲームを開始します。オッケー。いやーワクワクする。もうずっと待っとったもんねずっと待っとったもんね、動物の森のアプリ版。かっこいいな、トタケケ。いいね。いいね、いいね。お。やあ、動物の森へようこそ。突然だけど、今の君はどんな気分？一番近いのはどれかな？これで何が決まるんだ？今はね、な、どうかな？遠くに行きたい、自然に触れたい、のんびり過ごしたい。ははは、どれもいいな。どれもいいな、遠くに行きたい。なんとなく。旅行。そうか、ちょっと普段の生活から離れてみたくなったのかな。ここでは思い切って、いつもとは違う自分として過ごしてみるのも楽しいかもね。あ、来てみてごめんよ。そろそろ出発するかい？それじゃあ、またどこかで。トタケケも出てくるんかな？なんかこういう、この辺のキャラクターとかが、この辺のキャラクターとかがどういう風に出てくるんかがちょっとね、いまいちわかってないけん。キャラクター作成。あなたの分身となるキャラクターを作ります。髪型、顔、色を選んでください。見た目は後からでも変更できます。後からでも変更。女の子で。もういいね、なんかめっちゃあるやん。今の私に近い髪型にした方がいいかな。どんな感じ？てかめっちゃあるんやねめっちゃあるんやね。これってだいぶ種類増えた感じなのかな。今の私ってこれぐらい？この中で言ったら長さはこれぐらいなんかな。一応あの飛び森の方の主人公とは違う感じにしようかなと思ったんやけど。さあどうしよっかな。目もね、私飛び森の方はめっちゃ垂れ目やけんねめっちゃ垂れ目やけんね。ここではちょっとパッチリ系これかなこれかな。髪の色。これはなんかどうしよっかな。髪の色。ピンクが可愛いような気するんやけど。あー、この辺も可愛い。この辺も可愛いけど、まあこの辺でいこうかな。ここは黒でいっか。ここは黒でいっか。いや、このぐらいの色の方が可愛いんかな。よし、これで。OK です。この姿で。よろしいです。よろしいです。いいね。いいね。もうずっと心躍る感じ。お！これが、キャンプ場周辺？あ、この錆びれたキャンプ場が、これからきっと賑やかに、あ、しずえさんしずえさん、なんかこのバスちょっとマスターっぽくない？マスターっぽくない？なんか。歩いてみよう。プレイヤーはタップしたところに向かって歩き出します。お、なるほどね。タップしたまま指を動かすとその位置に向かって歩き続けます。ふんふん。あー、待って待って。ふんふん。話しかけたい人や気になるものがあったらタップしてみよう。よかった、戻れて。この初心者マニュアルは後からでも確認できるよ。OK。じゃあまずは、はい、しずえさん、こんにちは。ようこそキャンプ場へ。新しい管理人さんですよね。きっとそうです、多分。お待ちしてました。念のためお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。
プレイヤーキャラクターの名前、性別、外見は他のプレイヤーに見られる可能性がありますのでご注意ください。なるほど、変なのをつけるなということかな。プレイヤーの名前、最大10文字まで。もちろんそこは、あゆなで。オッケー。あゆなさんでよろしいですか？よろしいです。合ってるよ。あゆなさん、今日からよろしくお願いします。私、ご案内させていただく静江と言います。このキャンプ場はテントや持ち込み家具を自由に置いて、のんびり過ごせる場所なんです。あれをね、静江さんはあれやけど、たくみさんとかはどうなんかな？出てこんのかな？ただ全然手が回らなくて、今はご覧の通り何もない状態なんです。ぜひ、アイナさんの力で、たくさんのゲストが集まる素敵なキャンプ場にしてもらえませんか？頑張ってみます。ありがとうございます。アイナさんが来てくださって本当に良かったです。では早速、ゲストを呼び準備をしましょうか。今私の格好めっちゃダサいよね。ちょっと可愛くしていきたいな。アイナさん、ここをどんなテーマのキャンプ場にしてみたいですか？どんな？ファンシー系？可愛くしたい。どのテーマを選んでもゲームを進めていくと全てのアイテムが手に入ります。あ、なるほどね。あ、じゃあこれ選んだらこれがなんか手に入りやすくなるってことなのかな。じゃあこれにしよう。なるほど。そういうテーマが好きなんですね。それじゃあ、私、そのテーマに合った家具を頑張って用意してみます。ありがとう、しずえさん。家具はたくさんあった方がいいので、あゆなさんは家具を作る材料を集めてきてもらえませんか？近くのレジャースポットに誰かがいると思うので、お手伝いをしてあげてください。きっとお礼に家具の材料をくれると思いますよ。まずはマップを開いて、わさわさの森に行ってみてくださいね。お、わさわさの森。お、ブーケちゃんがいる。ブーケちゃんがいる。森林浴でリラックス、自然って超いいよね。リンゴが一個欲しいらしい。お礼の品、見えるんこれ。見えねえ。見えねえ。誰がおるとかわかるんよね。虫を取ろう。虫取りはタイミングが大事。今だ。私タイミングめっちゃね、呪いけんねん。呪いけんねん。釣りとか苦手やし。あー、ブーケちゃん。あれ？キャラメルさんは？お願いを叶えよう。頼み事をしたい動物がいるみたい。話しかけてどんなお願いなのか聞いてみよう。あれ？キャラメルさん。キャラメルさんすぐに出てくるんじゃなかったっけ？お願いを叶えるとお礼をくれるよ。何でもお願いを叶えて仲良くなると何かいいことがあるかも。マジか。時間が経つと動物たちは入れ替わってしまうから早めにお願いを叶えよう。要はこれで、来てほしい動物と、そうでもないかなっていう動物をなんかこう分けていくわけやね。ブーケちゃん。あ、はじめましてだよね。あたいブーケだよ。あんたは、あやなちゃんって名前なんだね。キャンパー同士仲良くしてね、チェキ。かわいい。お、ハートがプラス1になった。で、あやなちゃんはここに何しに来たの？このなんか親密度もなんか関係してくるんかな、この先。あたいはフルーツをいっぱいゲットしようと思ってここに来てみたんだ。何か手伝う？え？なになに？手伝ってくれるの？超嬉しいんだけど。めっちゃ今時の子って感じの喋り方よね。じゃあ、リンゴを一つ取ってきてほしいな。オッケー。お、ハートが。あ、なんかそれぞれのキャラクターにレベルがある。レベル1。フルーツのなっている木をタップして揺らしてみよう。ふんふん。フルーツが地面に落ちたらタップで拾うことができるよ。ということで、どこかしらに、リンゴの、これはオレンジだな。あ、これじゃん！これやん、これ。はい。あ、これはあと2時間59分したら、また新しく、リンゴが鳴るってことなんかな。これをね、アプリ、リアルタイムがあるけんね。めっちゃ嬉しそうなんですけど。お願いしたもの、取ってきてくれた？これどうぞ。あげる。一個だけやろ。ありがとう。いえいえ。お願いクリア。あっという間に自分で取れよっていう距離やったけどね。お、ベルとふわふわの元2個。あのカバンのマークはなんだ。あゆなちゃんって超頼りになるって感じ。お礼に渡したふわふわの元は家具を作るための材料なんだ。
海蔵くんにお願いすると素敵な家具を作ってくれるから頼んでみるといいよ。次。お、さらに。ねえねえ、もう一つお願い聞いてほしいんだ。さくらんぼ、桃、オレンジが一つずつ必要なの。うわ、欲張り出した。お願いしちゃっていいかな。よろしくね。うわ、もう有無を言わせない。何も聞かれなかったんだけど。マジか。お願いしちゃっていいかな。選択肢が出てこねえ。はい。さくらんぼと、何がいるんやった？ちょ。さくらんぼ、桃、オレンジ。オレンジそこにあったよね。近づいたら、とりあえずなんか、わかるみたいやね。依頼が。はい、拾って。あと桃だけか。これ、ブーケちゃんのテントかわいい。入れんのかな？勝手に人のテントに入ろうとするやつ。入れんかった。まあ、そこはあれやね。プライベート的な。プライベートルームやけん。あ、ここにある。ちょ、待って。はい。ちょ、ブーケちゃん、目の届く範囲に全部あるの分かってるでしょ？はい。お願いしたもの取ってきてくれた？これどうぞ。はい。ありがとう。いや、この笑顔のために頑張るよ。わあ、美味しそうなフルーツだね。よし、早速食べちゃおう。アイナちゃんも一緒に食べようよ。ぜひ。まあ、自分で取ってきたから。お。取ってきたフルーツをブーケと一緒に食べた。新鮮天然丸かじり。いいね。いいね。かわいい、ブーケちゃん。さらにお礼くれるんや。何おまけって。何おまけって。アイナちゃんのおかげで超助かっちゃった。お、やったね。ハートプラス2。仲良し度アップ。何仲良しプレゼント。ファンシーの的って何？かわいいんだけど。やっぱり旅っていろんな人に出会えるから超面白いな。で、いろんな人になんかいろいろやってもらって自分は楽するっていう。アイナちゃん、これからも仲良くしてね。うわ。なんか下僕になった気分。そろそろキャンプ場に戻ろうかな。バイバイ、ブーケちゃん。お、釣りをしよう。魚の頭を狙うのがコツだよ。ビーチからマグロを一本釣り。頭を狙うとか、なんかいろいろあるの。あ、なに、リサさんと海蔵くんがいる。あ、なんか揃ってる。え、なんか揃っとるやん。ちょ、ありがとう、しずえさん。こんなに見つけてきてくれたん？アイナさん、お帰りなさい。お待たせしてしまいましたが、準備が整いました。イェーイ、素晴らしいです。素晴らしいです。よかったです。家具は海蔵さんとリサさんにお願いして持ってきてもらったんです。いやー、いいね。ありがたい。お二人はご夫婦で家具のクラフト工房、Rパーカーズを営んでらっしゃるんですよ。よく知ってます。どうぞよろしくね。あら、あなた、家具を作る道具じゃん。材料を持ってるのね。ねえ、ダーリン。何か作ってあげたらどう？ダーリン。おっしゃ、じゃあ作ってやるか。うちの店のクラフトカタログの中から好きな家具を選んでくれ。クラフト、これか。お、ソファーが作れる。ベルは足りてる。600ある。10万円。この動物のために作ってみよう。ブーケちゃんのためにこれも作られるのね。ほんじゃ、作ってくれ。楽しみに待っててくれよな。いってらっしゃい。さすが、海蔵さん。早速、車の中で家具を作ってくれるみたいですね。あ、マジか。出張でその場で作ってくれるんや。さすが。普通は完成までに時間かかるんですが、リーフチケットを使うことで、超特急で作業してもらえるんですよ。今、ゼロなんですけど。私のリーフチケットをお渡ししますので、試しにお願いしてみましょう。ありがとう、しずえさん。優しいわ。でも、どっちにしろ1分でできるのにもったいない。もったいない。チュートリアルといえば。リーフチケット1番でこのアイテムをすぐに完成させます。ソファー1分でできるんやね。早っ。あ、もしかしてリーフチケット、違うよね。リーフチケット使ったら今一瞬でできたよね。1分じゃないね。できた？よっしゃ、完成したぜ。
ありがとう、ラブリーソファー。どうだ、いい感じだろ。大事にしてくれよな。じゃあ、しずちゃん、私たちはそろそろ帰るわね。アイナさん、また家具を作りたくなったら、クラフトから注文してちょうだいね。これからは電話一本で、どっからでも注文できるわよ。テントみたいな大きなものを作りたいときも、クラフトから注文してちょうだい。じゃあ、またね。ありがとう。海蔵くんも手振ってよ。あの材料からこんな素敵な家具が作れるなんて、海蔵さんはすごい職人さんですね。その家具、今のキャンプ場に似合うかも。早速置いてみませんか。置きます。模様替えをしよう。キャンプ場や車の中で模様替えボタンを押すと模様替えモードになります。ほうほう。家具を置くを押して置きたい家具を選びましょう。置いた家具をタップしたまま画面をスワイプすると移動、短くタップで回転します。家具をしまいたいときはしまうボタンを押して家具をタップしてね。うんうん。いい感じに家具を置けたら終わるボタンを押して保存しよう。ちゃんと保存までしとかんといかんのよね。これで模様替え。あの位置にはテント。テントはなんかいろんな種類があるんかな、また。家具を置く。これが今何設置されてるやつってことか。なるほどね。じゃあ、ラブリーソファーを。そこでいいと思う、全然。めっちゃナイスなとこに置いてくれたと思うんやけど。はい、保存します。わー、ぴったりハマりましたね。あ、肝心なことを忘れてました。どうしたどうした。テントの設備がまだです。設置がまだでした。はじめのテントを置いてみてもらえますか。最初はしょぼいテントってことかな。ね、どれ、なに、あ、これか。はじめのテント。オブジェ。これね。いや、ブーケちゃんみたいに可愛いテントがいい。あ、外になんかサンドイッチとかあるやん。はい、保存する。ほら、なんかあっこだけちょっとそぐわん感じがするよ。ピンクっぽくせんと。これで格段に素敵なキャンプ場になりましたね。そうなんかな。こんな素敵なキャンプ場なら誰か気に入ってくれるかも。それはブーケちゃんが来るというふりかな。どなたかご招待してみませんか？お、動物。ブーケちゃんしかいないから。キャンプ場にお迎えする。コールするってなんだ？なんかあったね。どう、ブーケちゃん。ハッピーホームデザイナーを思い浮かべる。ね、そういう感じよね。どう？しっくりくる？寝てる。ちょっと白目っぽく見えるよね。アイナちゃんのキャンプ場、いい感じだね。席。気に入ってくれた？やったー！ブーキがキャンプ場に遊びに来るようになったよ。これは何匹までも行けるんかな？キャンプ場利用者1。あ、何匹までも行けそうな気がする。気がする。皆さんがこうやってキャンプ場に集まってくると、賑やかになっていって、とても楽しくなっちゃいますね。常におるわけじゃなくって、なんかちょっといろいろキャラクター変わっていったりとかするんかな？増えてきたら。制限なかったらいいな。どうした、しずえさん。気に入ったの、しずえさんも。やりましたね。アイラさんのおかげでゲストの方が来てくれました。この調子でたくさんの方が集まる素敵なキャンプ場を目指してくださいね。ありがとう。頑張ります。ありがとうございます。これは私からプレゼントです。お、リーフチケットかな？なんだなんだ？アウトドア初心者セット。お？なんかいっぱい。とあみが。あ、海用と川用があるん。ええー、何？使い分け？やった、ベル2000ベルももらった。太っ腹、しずえさん。アウトドア初心者セットです。この地域にはいくつかのレジャースポットがありますので、この後回ってみてくださいね。先ほど渡した初心者セットがきっとお役に立ちますよ。どやー。どやー。いいね、しずえさんのあのドヤ顔好きなんやけど。では、私はそろそろ失礼いたします。普段は木漏れ日広場にいるので、いろいろな場所を回った後でいらしてくださいね。また。かわいい。新しい動物、お！新しい動物がレジャースポットに遊びに来るようになりました。キャラメルさん、ツバクロ、アポロ、リッキー。
デッキーって結構なんかね、あの飛び盛り赤の人見かけるんやけど、ツイッターで。人気あるんかな？レジャースポット。これってなんか更新されるたんびに、こうやって出てくるんかな？お知らせみたいな。新しいアイテムが作れるようになりました。クラフトカタログに追加されます。ほうほう。お、行ける場所めっちゃ増えたやん。3箇所。いろいろな場所を回ってみよう。お、初心者限定プレゼント。あ、なるほどね。ログインボーナス的なやつ？え、何ゲットしたん？これ何？え、何これ？なんかよくわからんねえけど。プレゼントのアイテムは宅配ポストに送られます。メニュー、宅配ポストから受け取ってください。ふんふんふん。あ、これが限定チャレンジ、毎日やるやつか。姿勢チャレンジ。お、チュートリアルクリアした件これもらえるんじゃない？リーフチケット10枚。任天堂アカウント連携したら100枚もらえるよ。やばくない？おめでとうございます。他のお題にも挑戦してくださいね。ありがとう。まあ、こんなものなんかな？一応。なんなんやろこれ。コール。あ、電話のやつか？なんか。ほうほうほう。あ、アイラちゃん。ブケちゃん、やっほー。このキャンプ場いい感じだね。呼んでもらえて超嬉しい。キャンプ生活を楽しめてるのって、あやなちゃんのおかげだよ、チキ。ありがとう。でね、ちょっと思いついたんだけど、あたい的にこんなキャンプ場になると、もっともっと楽しくなると思うんだ。なになに？あー、いいね、いいね、いいね。あ、めっちゃいいやん。超可愛いんやけど。なに、木にまで飾り付けできるん。うわー、あんな風にできるかな。友達とかがいっぱいいて、みんなで遊んだりできたら、超素敵じゃない？すごくいいね。ただ、そんな素敵なキャンプ場に私ができるかは、疑問。うん、そうでしょ？ゆっくりでいいけど、キャンプ場が賑やかになっていくと嬉しいな、チキ。そういえば、潮風ビーチにはもう行った？もし行ったことがなければ、今から行ってみたらどう？誰かがいたら、あたいの時みたいにまたお手伝いしてあげなよ、チキ。ブーケちゃんは来ないの？ブーケちゃんは来ないの？お？あ、もう行けってことこれは。もう行けということなのこれは。ほい、潮風ビーチ。キャラメルさん、浜辺でリラックスしています。皆さんも一緒に波の音を聞きに来ませんか？お、魚が欲しいっぽいぞ。濃い潮風ビーチに到着。魚がいる。タップして浮きを投げてみよう。魚を釣ってみよう。水面をタップすると浮きを投げます。魚の目の前を狙って投げてみよう。ふんふん。魚が食いつくとびっくりマークが出るよ。マークが出ている間にもう一度画面をタップして釣り上げよう。ふんふん。キャラメルさんいた。キャラメルさんいた。ほい、ということで、ちょっと待ってね。今回この辺で終わりにしておこうかな。またね、次回釣りからということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てっきりさ、私、キャラメルさんが一番最初の動物なんやと思っとってんけど、まさかのブーケちゃんやった。あそこで選んだテーマによってはキャラメルさんが一番やったってことなのかな？ナチュラルとか？